境越え人チャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れてらっしゃる名古屋 FC の代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。では尾崎さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか撮影は久しぶりなんで。確かにそうですね、はい、うん、まあちょっとこう年も明けてだいぶ経ってたけれども、はい、ね、はい、高校サッカー選手権も青森山田高校の、うん、もう完璧な優勝で幕を閉じて、そうですね、うん、またいろいろ考えさせられるね、はい、我々学生年代、うん、送り出す側の中学年代名古屋市、はい、ね、で高校終わってこう預かる側の名古屋産業大学、うん、まあいろいろこう考えさせられたり、はい、ね、なんか進歩してるなっていう感じね、うん、サッカーそのものというかね、サッカー業界というかね、はい、まあそういう意味でいけば年は取るけどサッカーは進歩していくんで若返っていくというか、あ、まあそれに乗り遅れないように。またこの企画も含めて、うん、今日ソロということで、はい、そうですね、はい、うん、はい、またいきなりぶっつけ本番ということで。そうですね、今日のテーマ、はい、じゃあ本日の最初のテーマですね、うん、ね、最初のテーマは自己分析の必要性ということで。なるほどな、自己分析の必要性、はい、はい、僕はね、自己分析っていうのは当然必要だとは思うわけね、うん、はい、うん、その私は関係ないよっつって我が物顔で生きようっつって、はい、っていうような方も中にはお見えになるかもしれないけれども、はい、こう自分のこう最近よく言う、うん、そのウィークポイントを矯正するよりも、はい、ストロングポイントを伸ばしましょうと、うん、ね、こう昔も今もそんなに変わらないんだけども、言葉として強調されるようになってきたっていう現実があって、はい、でも自己分析っていうと自分は何が得意で、うん、まあ何がウィーク、まあちょっと不得意というか、はい、で当然その個人のプレーとチームといろんなこうつながりとか絡みがあるもんだから、はい、いろんな角度から分析をしていってこう自分のこう考え方をこう強調することも必要だし、うん、サッカーというスポーツっていうのはいろんな人たちの協力でゴールを守りゴールを目指すっていうスポーツだもんだから、はい、ね、当然ピッチに立つのは11人足す11人、うんうん、相手も違う、はい、味方も変わる、うん、ね、そうすると自分がどういうこうプレイヤーなのかっていう自己分析をしていく、うん、例えばこう選手一人一人がこう今なんか多分ねトップトップの方に行けば行くほど、はい、こう個人のデータっていうのは持ってみる、うん、そのいろんなデータっていうのがあって、はい、で我々名古屋フットボールクラブもこうそういう、こうデータを取るような、うん、まあテストというか、はい、中学生年代でもいろいろやったわけ、うん、その瞬発系がいいとか、あ、はいはい、持久力があるとか、うん、心拍数がこう走ってもこうあまり上がらない人とか、でそうすると体の特徴の分析もしていかなくちゃいけない、はい、プレイヤーとしてのそのまあもちろんポジションによっても違うからね、うんうん、だからそういう意味では自分の特徴をいかにこう自分自身に理解をしながら、うん、こう波長を合わせるかとか、うん、足の速い選手だったら
僕はここのスペースへ走るんで、こういう裏へのボールの方が得意ですよとか、うんうん、それ分析しないとできないし、はい、まあ、せん足元まだまだ不得意なんで言って、ね、足元よりもスピードに乗ったプレーの方が得意ですとか、うんうん、まあ、あと性格的なものは自分では判断分析しづらいんでね、うん、確かに、うん、でも性格必要じゃない？そうですね、絶対、うん、知っといた方がいいと思います。だってこのソロ企画でも言ったし、はい、その指導者ね、若い指導者がこう僕のこの話を聞いて参考になる部分はあると思う、はい、うん、逆に参考にしてもらいたいところもある、うん、うん、でも別に関係ないなら関係ないでも全然構わないっていう話もしてた中でね、はい、やっぱ僕は子供なんか育成年代だから、全てのこう選手にの性格とかプレースタイルとかをまず指導者が分析をして、でその分析した性格だとかプレースタイルだとかいうことをこう根底に置いて選手にアプローチをする。だから今日のテーマは自己分析の必要性ということであったけども、はい、指導者は絶対必要だからね。ああ、はい。指導者は全ての選手の全ての項目の分析をしておくべき。おお。うん。そうじゃないと、こう、メンタルが弱い子供の子なん、子供っているじゃない。はい。ね。いつも叱られると泣いちゃう子。はい、いますね。同じ泣くでも叱られてとか言われるとすぐ泣いちゃう子、うん、はい、逆に悔しくて泣く子、お、ね、悔しいかどうか全くわからない子、ね、それだけでもアプローチが違うでしょ、うん、そうですね、うん、そうだから指導者は絶対に選手の分析をすべきだし、うん、まあでも